左が入っています。再圧し打ち合いになりますと、この左は良くないですね、はい、まあ待ってるんじゃなくてですね、自分も左を出してみるというのは大事ですよ、はい、第4ラウンド、あとダウン引っ掛けたが、ダウンに取りましたね、ダウン取りましたね、左フックやや、オープン気味で引っ掛けたところありましたけどね、はい、レフリーの内田さんファイトを命じます。突っ込んできたトマガンボア、激しく打ちます、打ち返す、再圧し打ち合いになります。ここでゴング、第4ラウンドが終了いたしました。浜田さんの採点は10対8、ガンボアが2ポイントリードです。浜田さん、今のこのダウンなんですがね、ダメージ的にはさほどないんですね、はい、今のは当たったと引っ掛けたような状態がありますからね、はい、ただやっぱりダウンというふうに取られるとですね、はい、ガンボアの方が調子づくというのがあるんですね。なるほど。さて第5ラウンドが始まりました。白いトランクスがジョマガンボアです。最後は調子はいいですから、はい、焦る必要はないですよ、ただ今待つんじゃなくてですね、はい、左は出して、おかなきゃいけないですね、はい、さあ右のフック打ち返します。打ち合いになったら危ないというか、打ち合いにならないように距離を取りながら自分のボクシングをしてもらいたい。まあ、打ち合いもですね、自分の有利な打ち合いであればどんどんやっていいんですね、はい、中途半端な打ち合いはやらなければいいですから、はい、今はガードされています。左を出しました大竹さん、ジョマガンボア、はい、最陣営ですけども、やはり焦るなということを五戸会長熱心に言ってますね、はい、世界は近いぞという言葉をかけました、はい、相手をしっかりと見ています。淳です。ちょうど今日のガンボアはですね、はい、結構普段よりも雑なんですよね。あ、なるほど。雑にやってるからガードも低いところあるし、はい、そしてガードも結構オープン気味になる場合がありますから、真ん中から真ん中から打てば当たりますからね、はい、そのガンボアの弱点はというとやっぱりガードの甘いところですか。いや、普段はそうではないんですけど、やっぱり、今回は結構一番の目、ペース乗れなかったということで、はい、雑になっているところあるんで。なるほど。おっと今左のショートアッパー綺麗に入りました。はい、打ち返す。これガンボは決して打たれ強い方じゃないですからね、はい、タイミングよく当たればペース取れますから、はい、第5ラウンドです。ジョマガンボは26歳、2人の子供がおります。93年3月、ポールアパオに1回 KO 勝ち、プロデビューしました。デビューから11連勝を挙げておりましたジョマガンボアです。再圧氏のプロデビューは92年の8月でした。宮城県スポーツセンター小野田に判定で勝ってプロデビューしました。デビューから9連勝を続けておりました。この左は弾くか倒すかしなきゃいけないんですね。浜田さんが常におっしゃるそのガンボアの左、これは避けませんね。これはまあブロックしてもいいんですよ、はい、早いんで避けにくいところありますが、手で弾けばいいんですね、はい、左を振りましたガンボアです。これは入りません。ガードしました。サイです。今右のアッパー見せました。このアッパーは気をつけなきゃいけないですね。気をつけるのはもちろんですけど、はい、自分の左、サイの左、はい、これは必要ですよ、はい、今のところ、はい、ガンボアの左の方が先に出てるんですね、今のですね、あっとここ今ちょっと切ったか。距離を取ります。サイ第5ラウンド終了しました。第5ラウンド浜田さんの採点は10対9とガンボアワンポイントリードです。第5ラウンドの今左の小さな、ブローが見事ガンボアの顎を捉えました。さて第6ラウンドに入ります。第6ラウンドが始まりました。浜田さん、はい、第5ラウンドあたりでジョマガンボアのこう状態の動かし方とかかなり普段の調子に戻ってきたんじゃないんですか。でも普段はですね、結構足を使って、はい、それで、ガードも高い方なんですけど、はい、思ったよりも雑ですよ。ということは、サイにも
大きな大きなチャンスがありますね。そういうことですね。だから、左をまず出しながら、はい、タイミング、そしてリズムをつかめばいいんですね。距離を取ります齋敦氏、青森工業高校に入学と同時にボクシングをやり始めました。アマチュア時代は3年生の時、宮城県のインターハイモスキート級全国で第2位、そして3年の時ですが福岡国体ライト級ベスト8になっております齋敦氏。この左はどうにかしたいですね。はい、なんか避ける方法ないんですか。いや、まあ例えば前もって、グローブを前に持っておいてグローブで弾くとかですね、はい、やっぱりガンバの左が予想よりも速いわけですね、はい、ガンバの左を警戒しなければならない齋敦氏。それと左の相手のジャブに対してちょっと後手になっているところがあるんですね、はい、自分の左を最初に出してみるというのは大事ですね、踏み込んで打ちます。しかしこれは避けています。ジョマガンバはガンバにタイミング今読まれているところがあるんですね、はい、相手のリズムを崩させるためにも、はい、まずは自分のリズムに乗ることですね、ちょっと今誘われたまんま早いうちに行ってる状態があるんですからね、はい、第1ラウンドは完全にサイが自分のペースでしたもんね。やっぱり4ラウンドのダウン、まあ、ダメージはありますか。ないんですけどね、ないんですけど、ダウンということでやっぱり、リズムに乗るのは崩れましたね。はい、踏み込みました齋敦氏。ナイスアウト、ナイスアウト、うん、今左が綺麗に入りました。それほど打たれ強くはありませんジョマガンボは、ですから力む必要はないですからね、はい、まずは最初は軽い場合を当ててみるというのが大事なんですね、はい、今首を押さえました。グローブでガードしています。今の左が軽く入ります。踏み込んでワンツーを打ちましたジョマガンボは、今なんかワンツーは軽く打っておいて左フックを狙ったんですね、はい、このあたりはジョマガンボはもなかなか試合巧者。左がよく出ますね、左手本当によく出てきますね。調子乗った証拠なんですね、はい、この調子をどっかで歯車を狂わしたいですね。第6ラウンド終了いたしました。第6ラウンド浜田さんの採点は10対9ガンボアです。ラウンドのその終了間際です。浜田さんがジョマガンボアが調子が出てきたというねところ、それとリズムに乗ってきたということが言えますね、浜田さんこのリズムというのをですね、はい、ジョマガンボアのこれから第7ラウンドが始まるんですが、はい、セコンドを務めています城小泉さんがね、はい、常に言ってるんですよ、ね、リズムリズムと、特にガンボアのスタイルからすると、はい、リズムを重視するようなボクシングなんですね。はあはあ、そのリズムというのを分かりやすく言うとどんな風なことなんですか。例えばですね、まあはい、ダンスなんかしながらですね、いい感じになっていると疲れ方が普段の半分ですもんね、はい、これがリズム感というんですけどね、はい、ボクシングにもそれがあるわけですね。あるわけですね。これが相手のタイミング相手のリズムでやってしまうと倍疲れますから、はい、今はサイが踏み込んで打っているんですが軽くジョマガンボアが上体を流すようにしていなしております。いやそれでもですね、はい、相手のリズムを崩すためにはやっぱ必要なところではあるんですね。なるほど、まあ相当なエネルギー使わないと相手のリズムというのは崩れないんですね、はい、左落ちます。サイセコンドから指示が出たのがですね、はい、結構サイが打ち気に出てますからね、はい、左落ちます。左は弾きながら攻めたいところですね、はい、高校時代でも際は打たれるとカッとなると青森工業高校ボクシング部の監督の伊藤豊弘さんが話をしておりました。1年生入部してきた時際敦氏は動かしてみた、そしてその感じで3年間やったら全国のベスト4にはなると感じていたという伊藤豊弘さんです。第7ラウンドまでラウンドが進んできました。このラウンド齋も落ち着いてジョマガンボアを見ています。飛び込みます、はい、今ガードの上で打ったんですけどね、あれでもいいんですよ、はい、これでもいいんですよ、はい、
こういうふうにどんどん感じをつかむはですね、相手のリズム悪くなりますからね、はい、まず自分の感じをつかまんでいかんですね、はい、うん、いいですよ、マッチュ、そういう感じが入りました、はい、今の攻撃ですね、はい、若干ブロックされているところあるんですけど、ね、はい、あれでいいんですよ、右が入る、うん、左ストレート、浜田さんが警戒しなければならないという左ストレート、これも重なると効いてもきますからね、はい、ボディを打ってそれから左ガードしているジョマガンボア、しかしジョマガンボアも今一つ大きく深呼吸しました、右のショートフック左ストレート、勝ち返した一貫が湧く、再距離を取る、左を打ち返しました再です、一つの目標8ラウンドまで間もなくやってまいります、ジョマガンボア離れ際ワンツーを出します、ここでゴング、第7ラウンドが終了いたしました、浜田さんのジャッジは10対9でガンボアがワンポイントリードです、第7ラウンド終了間際です、うん、これはあの中盤のサイが攻撃したところですね、はい、この後にですね、はい、ガンボアの左を立て続けに食わなかったらですね、はい、サイのポイントになったと思うんですけどね、その後食いましたね、ただあの7ラウンド目先ほどのラウンドはサイの、はい、あの攻撃はいいですよ、さて第8ラウンドが始まりました、この8ラウンドそして9ラウンド10ラウンド12ラウンドまで進んでいくわけですが、ジョマガンボアも早いうちに勝負を決めたかったでしょうけれどもね、まあ決してノックアウトを狙っているという状態は今はないですね、はい、まあ、チャンスがあったら狙おうという感じではあるでしょうけどね、減量ということが両者にはありました、さあ打ち合いになっています、チャンピオンのジョマガンボアがサイを誘います、踏み込んでから打ちます、左ガンボアの左よく出ますね、はい、左のストレート、もう少し右のガードを高く上げて、はい、見るのも一つの方法なんですけどね、サイはただその場合にまた自分の右が出なくなるという、はい、感じを受けてるかですね、あ、なるほど、今ガードしました、ロープ詰まっちゃいかんですよ、はい、ロープ詰まっちゃいかんですよ、はい、さあ中央に出てきました蔡敦史です、両者ともにこのミニマム級は 47.61 キロ以下ということになりますので47キロ